戦国バトルゴー。ほら前行こう。ほらほら、おりゃー、あばよっしゃー。はい、こんにちは、まあ、チャンネル前晴れです。はい、今日はこちらですね。うい、戦国バトラーです。はい、これはですね、こうダルマさんみたいなロボットがガン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 やらって戦うロボットですね。うん、はい、面白そうだね。面白そうだよね、これね。レーシン君が持ってるのはサムライタイプ。私が持ってるのが忍者タイプ。そうだね。武器や練習台もついてるんだよね。そうだね、うん、そしてですね、今回はこのガチ合戦場っていうね、うん、このバトルフィールドもありますので、これは全部開けてですね、実際にレーシン君と対決していきたいなと思います。はい、泣きねえぞ。泣きねえぞ。じゃあ早速こちら開けていく前に黄金のゴーゴーこの間にチャンネル登録がこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してもらえたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、ということでこちらが戦国バトラー侍タイプですね。かっこいいね、うん、この赤の鎧来てて、両方に武器持ってますね、うん、左手が刀で、右手が槍。いや、これ区内かな。あ、区内か、うん、かもしれないね、うん、こういうのを持ってますね、はい、車輪になってますね、ここ、うん、車輪で動くようになってます。後ろ側にスピーカーがついてね、多分ここから音が鳴るんでしょう、うん、はい。で、ちなみに武器は取り外しもできます。あ、そうだね、いろんな武器装備することができますね、うん、で、この本体の下に単3電池3本入ってますね、うん、続いてこちらはコントローラーですね、うん、これは単4電池2本で動きますね。で、ここに2つアタックボタンがありますね、うん、で、こっちは右攻撃、こっちは左攻撃で、うん、で、両方同時に押すと必殺技、うん、出せるみたいね。おー、で、これは前に進むボタンで、これは左右、そしてこちらが練習台だ ね、練習台、まあサンドバッグみたいなやつなんだけどね、うん、当てる、これ練習台です。そしてこちらが戦国バトラーの忍者タイプ。そうですね、忍者タイプは青ですね、うん、で、こっちも武器、こういうジャラジャラした武器とか、こっちはなんか手裏剣みたいなやつ装備してますね。あとはコントローラーと練習台ももちろんこちらも付いてます、うん、はい、じゃあ実際動かしてみましょう。サムライタイプの本体の電源をオン、うん、お、そしたらこれボタンを押すんだけど、ここが赤外線の受信口みたいだから、もうちょっと上がいいんじゃないかな。ゴー、おお、え、あ、もう OK？ お、すごいすごいすごい、めっちゃ動くな。めっちゃ動くんだけど。ほら、エイちゃん動かしてんだよね、うん、じゃあこのサンドバッグに向けて打ってみようか。まず右パンチから。あー、なるほどね。一回こう助走つけてこっちパーンってやるんだ。で、左パンチ、お、そうそうそう、そんな感じ。おー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 、すごいすごいすごい、あ、意外と倒れないんだね、この子自体は。はい、じゃあ必殺技やってみてください。はい、おお、これさ、絶妙なバランスで倒れないね。こう、ちょっと横になるけど、うん、コントロールして戻すんだね、これ、うん、ああ倒れた。はい、じゃあコンピューターバトルモードっていうのやってみましょう、うん、これはね、サムライタイプはエイシン君が操作して、忍者タイプは自動ロボットになることだね、うん、じゃあやってみましょうか。まずお互いの電源を、せーので、オン。はい、そしたらこっちの方に赤外線で接続、 OK、 今ので多分、こっちがコンピューター、うん、こっちがエイシン君になってるはず、はい、で、攻撃仕掛けると反撃してくるみたいだから、おっ、 OK、 開始。じゃあやってみましょう、うん、えい、おぉ、あー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 、勝った、やった、勝った初戦勝ったね、初戦で勝てた。おー、じゃあ、ね、一応ルール的には倒したらノックアウト、うん、で、アーマー両方外すとテクニカルノックアウトらしいんだけど、両方、ね、両方できたねじゃあ第2回戦目いきましょう。戦国バトル GO！ あー、お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 ー、激しい、激しい、あー、あー、ちょっと外した、あー、あー、ちょっと外した、やばい、アーマーだ、どうだ、おー、おー、おー、すごいすごいすごい、そういうことでテクニカルノックアウト勝ち、まだやってるけど
ということでコンピューターバトルモードエイシン君が2勝したんで、うい勝ちだね、うん、じゃあ今度はパパと対決してやる。絶対勝つ。はい、じゃあバトルしていきたいんだけど、ちょっとねずれちゃうんで下にタオル敷きました、うん、これで一応動く。あ、動くね。オッケー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 。よしよし、じゃあ戦っていこうか、うん、戦国バトルゴー。おー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 。まさかのアーマーが全部切り取れちゃったんでパパの負けだな、うん、テクニカルノックアウト負けだな。イエーイ、戦国バトルゴー。ほらほら、前攻撃、倒れろ、おのれおのれ、必殺必殺、おっ、負けよいしょ。テクニカルノックアウト。早くもまた両方取れちゃったんだけど。エイシン君、もう一回お願いします。大丈夫です、やりましょう。よし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 、じゃあ今回勝った人は3ポイントということで一気に優勝ね。あ、一気に戦国バトルゴー。ほら前攻撃、ほら、あやばい、あやばい、ちょっと、あよっしゃー。しかも場外、場外、場外や、場外だ。ちなみにですね、これは侍タイプと侍タイプでは対決できないみたい、うん、侍タイプと別のタイプ、忍者タイプも同じなんだけど、忍者タイプと忍者タイプでは対決できなくて、別のタイプじゃないとできない、うん、バトルできないみたいですね、うんうん、なかなか楽しかったね、うん、で、あのちょっとね気になったのが、どことなくあの超有名 SF 映画の音に似てる。あー、確かに、あれ似てるね。多分知ってる、うちのチャンネルそのね超有名 SF 映画知ってる方多分いっぱいいらっしゃると思うんだけど、うん、見てる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、似てるよね、これ似てる似てる、めっちゃ似てる今のね、まあ、だからババ的にはすごい親しみがあって楽しかったよ、うん、これもこうやってバーンってやってアーマー外すのめっちゃ楽しかった。あー、そうだね、倒すこともあるからね、こうやってコローンで倒れるから、そういうの楽しみ。はい、ということで今回は戦国バトラーでした。マイコール。ということで今日の動画が面白かったらとか気に入ったなと思った方は、ぜひまた高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のすべて動画スマートフォンで出ますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録の真ん中からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。最後勝ったね。